ゆうばたせサブス、スーパーステージの本当に日にですね、僕は竹内純子さんと初めてお会いさせていただきまして、で本当に今この時代だから、あ、まあでも収録のタイミングもあるんですけど、まあでも初めてやっぱイベントの場でお会い、先輩大先輩、しかももちろんご本人にはもう言えないですけど、ナルトだーっていう風に思うわけですよ。もう本当に僕の DNA に刻まれてますから、初めて買った漫画ですからね、ナルトって。僕も昔はもう螺旋丸してたし、千鳥こうカトン豪華球の術の印とか結んでたもんね。そういう時代の人間ですから。こうやって出たって。こうやってね。痛いでも、でもね、あ、絶対大変だよ、これ。小学校の頃、これで走る頃いたからね、本当に。そういう時代にしてですから、うおーって思いながらご挨拶していただいて、で、ステージでは、すごい、やっぱりこう、本当に、竹内さん言っていただいたんですけど、もうほじくるためにいるんじゃないかって。乾きのあなたをっていう、そんな風に言う、あって、たくさん、こう、いろいろとこう、ほじくっていただけるっていう、もうなんか、あ、こういう、こう、人が真ん中にいたから、こう、いいみんなでこう、つながるような、こう、現場が、デースができて、で、ボルトにつながって、で、なんか、三平さんってやっぱり柔らかくて、こう、なんかこう、自分たちをこう、なんか柔らかい気持ち、温かい気持ちにしてくれるじゃん。笑顔が素敵な人なんで、なんかみんなでこう一体感になるようなベースを、やっぱ作ってきてんだなっていうのを非常に感じさせていただいたステージでした。だからね、ここから、僕はね、正直怖かったですよ。完成された現場に。まあ、それはそうよ。すごい簡単に言うと、ほら、もう出来上がってるコミュニケーションに入っていくとね、めっちゃ勇気いるでしょ。でも、俺、乾き役だから、まあ、いっかと思うじゃん。でも、そもそも、お知り合いの方も、なんか三平さんも本当によくしていただいてますし、ずっと。なんかなんで、でそういう意味では全然なんか入りやすい土壌はあったんですけど、まあ、こんなこと言ってますけど、本当にカワキ、最初はツッケンドンなんで、全然仲良く、いい感じじゃないかもしれませんけど、ぜひともどんな感じで出てくるか、非常に楽しみにしていただければと思います。さあ。くだらないと知ってるのに、傷つくと分かってるのに、この感情エラー、そうあのエラーだけどね、分かってほしい、どうしようもない。